ではまず四つ這いから始めていきます。今日は肩の真下に肘を置き、手はグーに握りしめましょう。股関節の下に膝を下ろしていきます。背中を軽くまっすぐにして息を吐き出しましょう。吸いながら背中を反らして、吐きながら背中を丸める。続けましょう。吸いながら背中を反らし、尾底骨は上に向け、吐きながら丸める。もう一度吸って、次は吐く息つま先を立てて、お尻を後ろ、軽く足踏みのような形でも構いません。そして膝を下ろして、息を吸いながら胸を開き、吐きながら後ろ、あと一度ほど繰り返しましょう。ではもう一度膝を下ろして、次は膝立ちの姿勢、マットを横に使います。右の足を一歩外側へと開き、膝の真後ろ、足の甲、膝の真横、かかと、つま先は真横に向けます。膝を踏み込んだ時に、かかとの真上に膝のポジション、遠すぎれば少し近づけたり、自分の体に合わせましょう。股関節は横に開いています。お腹を軽く引き上げて、一度手を横、左右の肩平行になるようにしましょう。さあここで左手、大きな円を描いて横、また吸って上、吐きながら横、あと一度。さあ横についたら動きを止め、右の指先遠くを眺め、選手のポーズの2番、太もも、股関節の柔軟性を上げていきます。では右手足元、吸って左手高く、頭の先伸びます。余裕があれば下の手を外し、内もも添える形にしましょう。姿勢も手の先です。肩まんじポーズでもう一つ対策伸ばし、では吸いながら体を一度起こし、左手肩の下より一歩横につき、伸ばしているこの右の足は起きやすいところでいいです。吸いながら右手高く、吐く息頭の先、ここで視線を上げてもいいですし、自分の体に合わせて下を向いてもいいです。回した方が心地よさを感じたら、大きく回すことで腕や肩もほぐしましょう。逆回転も同じように。さあ頭の先、動きを一度止め、手を骨盤に添えます。お腹軽く締めながら、上体を一度センターに起こしましょう。もう一度膝の真横にかかとがあるか、右足をチェックして、つま先正面か斜め落ち着く方にします。骨盤の左右の高さ整ったら、お腹一つ引き上げましょう。両手を横に伸ばします。右手足元、左手を上、息吸って、吐きながら体側を伸ばすように門のポーズ。下の膝で地面を押す力で、もう一つ手が伸び、体側側が心地よく伸びるポジションを見つけます。呼吸も自然に。では吸いながらセンターに体を起こしましょう。両手を前につき、両足閉じたところ、右の股関節真下、膝のポジション、左足を横、そしてつま先は真横です。一度膝を踏み込んでみて、足のスタンス、自分の体に合ったポジションを見つけ、かかとの真上に抱いた膝、骨盤を起こす意識と背骨を長くして、両手を真横に伸ばしましょう。高さが整ったら、視線を左側に向け、
右手大きく回します。同じく呼吸も自然と。さあ横にまた手が伸びたところでキープしましょう。深く前の足の方にも体重を乗せながら、上に向かって頭の先、頭頂が伸びる感覚。背骨は長いままです。では余裕があれば左手足元吸って右手さらに斜め上に、物足りなければ下の手を外すとさらに負荷がかかります。視線も上げている手の先、呼吸を感じて、では吸いながら上体を起こし、右手肩の下より一歩横、伸ばしている左手足起きやすいところにしたら、左手高く、そして頭の先へ。このポジションや視線は自分の体に合わせて調節をし、心地が良ければ左手で円を描きながら回しましょう。逆回転も同じように。さあ動きを一度止め、上がっている手骨盤にセット、お腹締めながらセンターに起きたら、膝の真横にかかと、つま先は前か斜めでした。左右の骨盤の高さ一旦整え、背を長くしましょう。両手を横に開き、左手足元、右手上で息吸って、伸びた背骨を維持しながら側屈します。横に倒れるというよりかは、遠く遠く背があと 1,2 センチ伸びる感覚で、揺れたりしながらでもいいです。今日の腰や体側の張り、それを感じながら、ぎゅうぎゅう引っ張るというよりかは、呼吸が心地よく通ってソフトな刺激、気持ちいいなという程度に伸ばします。さあ吸いながら体をセンターに戻しましょう。両手をついて足を揃えます。もう一度四つ這いの姿勢です。マットを縦向きに使っていきます。一度左手を前に出したら、右の手のひら上向きで脇の下をくぐらせ、肩とこめかみを地面に置きましょう。左右の骨盤の大腿の体重差を整えたいので、手を骨盤に置くか、あるいは両方の膝の体重差が大体同じであれば構いません。このままの姿勢か、もう少しと思ったら左手を前に伸ばして体側の伸びを強めてもいいですし、上に上げたり背中に回したり、これは今日自分の体がしっくり、このポジションが一番心地いいと思うものを選んでみましょう。いつでも今の自分の体の声を聞いて、それに寄り添いながら心地よく体を使い、伸ばしていくことの方が大切です。さあでは左手を顔の目の前、手で地面をグッと押して四つ這いに戻っていきましょう。右手を一歩前に出し、左手のひら上向きから脇の下をくぐらせて、肩こめかみを地面、同じく大腿の骨盤の高さであったり左右の体重差を整えた後、自分の一番ベストなポジションを探っていきます。あとは呼吸を流しながら自分の体を観察。吐く息で体の重みも感じ、肩、腕、背
背中、腰回りが少しずつほぐれていくポーズ。では右手を顔の目の前につき、手で地面をグッと押して四つ這いの姿勢になりましょう。そこからお尻をかかとにストンとついてチャイルドポーズ。手を前に伸ばすか後ろに伸ばすか、お好きなものを選択。体を揺らしたりしてもいいので、口の中、顎の力もふわっと楽に。額を地面の方に向けるのがしんどい場合にはこめかみにしてみたり、これも今日の自分の体がしっくりくるそのポジションを探ります。では一息ついたら、両手を肩の下から頭が最後になるよ、上体を起こして肩を一回し、正座の姿勢になり、手をグーに握って後頭部のあたりをトントンと叩くことで、お休み前に脳幹の働きを整えて自律神経が穏やかに作用するように、整うように促しましょう。さあ息を吸って耳肩ギュッと寄せ、吐いてスタート。お疲れ様でした。今日の夜ヨガでは股関節にフォーカスして、太ももやお尻を鍛える部分、そしてこの体側をしっかり伸ばす動きを取り入れていきました。終わる頃には血液循環が上がって体の体温も心地よく上がっているんではないかなと思います。このままゆっくり心地のいいお休みにつなげてもらえると嬉しいです。さて10月からは毎日朝ヨガが配信されます。朝の6時15分から毎日1本以上新しい動画が配信されますので、ぜひ次は朝ヨガで楽しんでいただけたらと思います。アーカイブも残っていきますので、見逃したものもまとめて行うのもいいですし、チェックしていただければと思います。では今日も一日お疲れ様でした。また明日の時間も心地いい一日になりますように。ありがとうございました。